SCP-1004-KO-J の様子。アイテム番号、SCP-1004-KO-J。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-1004-KO-J は、サイト、50の標準安全保管庫に保管され、2人の警備員及び26区で保護されます。職員の許可なしに、対象に物理的接触をすることは禁止されています。ただし、セーフクラスの SCP オブジェクト収容違反や D クラス職員の脱走という状況にある場合には、サイト管理官の許可を受けて厳選された1名が対象を使用することができます。ただし、この場合でも対象をサイト外に搬出することは禁止されます。収容違反時には、財団の標準防護用安全手袋やピンセットを利用することによって、危険を伴わず保管庫に回収することができます。説明。SCP-1004-KO-J は全長 35cm、重さ 400g 程度の金属棒であり、先端に簡易的なピンクの飾りと赤い色のガラスで模造された宝石がついています。対象は単体では何の異常性も発現しませんが、男女を問わず誰かが対象に身体を接触させるとそのものの服装と性格、意識を改変します。SCP-1004-KO-J に接触したものは、自分の体の大きさに合わせて華やかなヘッドバンド、大きなリボンがついたスパンデックス素材の手袋。骨盤をかろうじて隠すことができる程度であるピンクの超ミニスカート、膝元まであるハイヒールブーツとストッキング、そして下着として、編集済み、などに服装が改変されます。この後、再び対象を離せば元の服装に戻ります。服装が変わる途中に真っ裸になる者もいますが、全身から数万から数十万ルクスの光を発散するため、対象を使用する者を肉眼で見ることはできません。理由は不明ですが、その間は誰もが該当者に接触できなくなります。しかし、男性が対象を使う場合、野郎の該当者の姿は、データ削除済み。SCP-1004-KO-J の効果を受けた者は大胆さと勇気が増幅され、消失した者や人をより見つけることができるようになり、サイト内から消えた SCP オブジェクトの回収や、脱走した D クラス職員の捕獲などで主に活躍することができます。D クラス職員が抵抗すると、愛と正義に代わってお仕置きよ。などと叫びますが、どのような効果があるのかは明らかにされませんでした。メモ。自分の太ももが太いように見えても触れないでください。渡辺管理官。ほい、201、17時50分頃、D クラス職員の大量脱走によるコードイエローの状況下における録音記録。D5111。はぁ、はぁ。ここは、ここまで来れば安全だろ。エージェント、リンダ。ここにいたのね、この悪党め、今度は逃がさない。D5111。あ、畜生、何なんだ？エージェント、リンダ。私は愛の守護者、セイント、リンダ、覚悟しなさい。D5111。笑い声、く、はははは、なんだそのビッチみたいな格好は。エージェント、リンダ。その言葉、後悔することになるわ、愛と正義に代わってお仕置きよ。誰かが激しく殴られる音と男性の悲鳴。D5111。うわぁ、助けて、狂った女が人を捕まえてくる。エージェント、リンダ。愛の魔法の味はどうだ、愚かな囚人め、D5111。うわぁ、死ぬ、助けて。録音終了。メモ。今回の作戦も大きな成功を収めました。今後、D クラス職員の脱走にはこの SCP オブジェクトを積極的に活用する方針です。渡辺管理官。追加メモ。エージェント、リンダも自分のこの役割に非常に満足しているようだ。